1962年、ヒルデ・牛ンは、オーストリア出身のソプラノ歌手。本名は、ヒルダ・ガイリンガー。ウィーンの生まれ。地元の音楽院で、マリア・ベッツェルスベルガーに指示。1935年にウィーン・フォルクス・オーパーで、ロベルト・シュトルツの、ヤーヤーに出演して、デビューを飾り、1937年には、ベナツキーの、雪のような心にも登板するなど、オペレッタ歌手として、 成功を収めたが、この頃は、ヒルデ・ゲリン名義で出演していた。1939年には、チューリヒ歌劇場に、モーツァルトの魔キでオペラデビューを飾った。1941年に、クレメンス・クラウスの式で、ミュンヘン国立歌劇場に出演するようになってから、ヒルデ・牛伝を芸名に使うようになった。しかし、先祖がユダヤ系だったため、 ナチスの手から逃れるために戦後までイタリアのトゥリオセラフィンの庇護の下でリヒャルト・シュトラウスのオペラなどを歌った。戦後は1946年から1973年までウィーン国立歌劇場に在籍し、ロンドンのコベントガーデン王立劇場にも客演を繰り返した。1951年からはニューヨークのメトロポリタン歌劇場にも登場した。 クロスターノイブルクにて死去。ありがとうございます。